動チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。ハッチーこと、ハチーあすみです。最近ですね、なんか不意打ち的に知り合いから、あ、ハッチーの動画見たよ、みたいな感じのことを言われるのが多くてですね。まあ私はそういうの予期してなかったりするので、結構変なすっとんきょな声を出してしまいます。で、まあなんか、YouTuber なんだってね、みたいな感じで言われると、果たしてって感じなんですけど、思えばもう毎週毎週ですね、こう1年以上にわたって、YouTube でこう切符の話をひたすらし続けたりですとか、まあ、生配信とかしてるので、そうか、私もなんか YouTuber なのかとですね、ちょっと感慨深く思ったりもしました。できたらですね、 YouTube 見ていただいてすごくありがたいんですけど、まあ、合わせてですね、自分が書いてる文章とかも読んでもらえるとすごく嬉しいなと、なんでしょうね、この上目遣いのお願いみたいなしたたかな感じあるんですけど、よろしくお願いいたします。で、なんかですね、いつもこう前置きとですね、うまいこと本文って言わないですね、まあ、本題の方つなげようとしてるんですけども、今日なんかうまく思いつかなかったので、このままいきなり話を始めていこうかなと思います。で、今日紹介したいのがですね、ちょっと変わったタイプのものになりまして、まあ、いつもちょっと変わった男切符系紹介してるんで、さして変わり映えしないですね。はい、その名もですね、江南鉄道津軽鉄道コラボ貢献セットというのをご紹介します。まあ、大体江南鉄道津軽鉄道って言われてですね、おそらくこの動画見てくださってる方だったらピーンとくるかなと思います。何がピーンかっていうか、まあ、知ってる路線かなと思いますけども、まあ、ご存じない方にちょっと簡単に説明をしておきますと、まあ、これどちらもですね、青森県を走っている私鉄になりますね。しかも気づいたらですね、青森って、まあ、他にあの青い森鉄道とか三石はあるんですけども、私鉄って江南鉄道とですね、まあ、この津軽鉄道の 2社、まあ、路線としては3つになるんですけど、2社3路線だけになってたのと、まあ、あの八戸の方に行きますと、また貨物専用の八戸臨海鉄道という山積もあるんですけれども、純粋な私鉄って考えるとこの2つになってきますね。ということは多分結構仲良しなのかなと、まあ、走ってるエリアも結構近いかなって感じもしますしね。で、江南鉄道の方はですね、2路線持ってまして、1つ目がですね、弘前市の、まあ、あれですね、 JR 弘前駅、そこ隣接の、弘前駅からつゆ焼きそばって知ってますかね、黒石つゆ焼きそばっていう、まあ、今ちょっと B 級グルメで有名になってるかなと思うんですけど、まあ、そこの黒石駅までですね、これを結ぶ 16.8キロ の、江南線、もう一個ですね、大鰐線、ワニですよ、面白い名前ですよね、まあ、大鰐線と言いまして、弘前中央駅から大鰐町の方ですね、大鰐駅までを結ぶ 13.9 キロの路線というのを持ってます。で、この江南線の弘前駅と、大鰐線の弘前中央駅ですね、注意が必要なのが、なんかまあどっちもですね、弘前市内出発なんですけど、まあ、同じ会社がやってる路線ながら出発の駅がですね、微妙に離れてると。弘前中央駅の方がですね、こう、弘前市の、まあ、市街地の方に入ってますので、まあ、微妙にですね、歩くと15分ぐらい20分ぐらいかな、かかるかなってところですね。で、もう一個ですね、次、津軽鉄道の方ですね、これ結構言って知ってる方多いかなと思います。あのストーブ列車って言いまして、車内でスルメとかを焼いたりできるやつですね、まあ、あれを走らせている会社で、弘前からまあ結構近いんですけど、五所川原、そこにあるんですけど、JR の五所川原駅ですね、まあ、それに隣接して津軽五所川原駅っていうのがありまして、そこから津軽中里駅までですね、 20.7 キロを結ぶ路線になってきます。で、今回ですね、この2社がコラボをして出している、コラボ貢献セットっていうのは何がついてくるんだ、何がセットなんだって感じで、もう名前に貢献セットっていうのから分かりますように、まあ、貢献のセットなんですけど、ただのなんかその貢献っていうのではなくて、ちゃんと性質特徴がありまして、これがですね、まず江南線の往復切符、それから大鰐線の往復切符、そして最後に津軽鉄道の往復切符という感じですね。で、この3つがセットになって、お値段は1900円です。で、気になるのがこの3つ往復ですよね、まあ、行って帰ってっていうのがですね、1往復1往復と合計全部で3箇所往復できるわけなんですけども、これ普通に切符買った時とどっちが安いんだって話ですよね。で、早速計算してみました。まず江南線ですね、これ端から端まで乗ると470円ですので、まあ、往復すると940円。で、大鰐線は片道が440円なので往復880円。最後に津軽鉄道ですね、これ片道が870円なので往復すると1740円ですと。ってことはこれ合計すると3560円になるんですね。つまりこのですね、コラボ貢献セットを買った時の方が、お得額としては1660円となってますと。で、
ことはあれですよね、こっち買った方が安いっていう感じがします。しかもですね、これコラボ硬券セットなんで全部ですね硬券でついてくるんですよ。さらにですね、この硬券がですね台紙に載ってるんですけども、その立派な台紙がなんとハガキとしても使えると。まあでもせっかく記念品って言いますか限定品なので、まあハガキだけど誰かにお手紙出すよりは自分の手元にちょっと置いておきたいかなって感じはしますね。はい、ただですね、まあなんかお得な切符なので注意点がいくつかあります。まずですね、この切符なんですけど販売先っていうのが決まってまして、基本的には江南鉄道と津軽鉄道のそれぞれですねオンラインショップ、まあ、ネット通販経由で買ってくださいねとなってます。ネット通販っていうと結構送料は気になるんですけど、この切符嬉しいのがですね、まあ、値段1900円ですよと、その中に送料も込みになってると。なんかあれですよね、その手数料的な部分考えるとなんかますますお得と高いなって感じがします。ただですね、これ発売がですね結構短いんですよね。実はこれ11月の中旬、具体的には11月14日までの発売になってます。さらに言うとですね、これ何枚でも売ってくれるわけではなくて2000枚限定と。だからですね、まあ、これ見てちょっと気になった方はですね、まあ、早々にですねオンラインショップ行って申し込んだ方がいいかなというふうに私は思っております。であとですね、なんかよく読んでったらですね面白いこと書いてあって、先着1500名様にはですね、まあ、江南鉄道と津軽鉄道のオリジナルグッズ詰め合わせをプレゼントしますよと。これ何がついてくるんだろうって気になったんですけど、中身はちょっと残念ながら書いてないです。なのでまあ購入した方限定って感じですね。ただ切符がですね2000枚限定で、グッズプレゼントが1500名様って書いてあるので、まあ、大体みんなもらえるのかなと。まあ、ただもし1人1枚ずつしか1セットずつしか買わなかったら最後の500人ちょっとあぶれちゃって切符だけってなるのかなって感じはするんですけど、まあ、別になんかその何セット買ってもいいとか1セットじゃなきゃダメみたいな、そういう数の話は書いてなかったので、まあ、なんか1セットだけならせっかくなら2セットぐらい買いたいなって自分は思っちゃいますね。はい、でこれですね、まあ、切符の発売、コラボ切符の発売は11月14日までと言ったんですけれども、これ使える期間っていうのが意外に長くてですね、なんと2023年の3月31日、まだだいぶ先ですよね。今2021年なんで、だいたいそうですね1年半ぐらいは、まあ、手元に置いておいて使えるよって感じがします。おそらくまあこのご時世なので、まあ、なんか落ち着いてから使ってくださいねっていう意図もあるのかなというふうに感じ取りました。でまあ、この往復切符っていうタイプなんですけど、どういう時に使えるかなって思って、まあ、筆頭に考えたのがですね、まだですね江南鉄道とか津軽鉄道に乗ったことがない人ですね、まあ、乗りつぶしのためにこれ往復それぞれ、まあ、使っていくっていうのが、まあ、一番便利かなっていうふうに考えました。まあ、自分の話をするとですね、もちろんどっちの路線も乗ったことあるんですけどねと最後ちょっと自慢っぽく言いました。まあ、今日はこの辺にします。ありがとうございました。